ワーウィック・アントニー・サポルトは、オーストラリア連邦パース出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。愛称はオージー。現在はフリーエージェント。2010年よりビエルのパースヒートでプレーしていた。2011年には、同年のビエルオールスターゲームに選出された。2012年1月13日にデトロイト・タイガースと契約を結んだ。この年は、参加の A 級。 ウェストミシガンホワイトキャップスでプレーし、28試合に、登板して2勝1敗、防御率2.79を記録した。その後、A 級レイクランドフライングタイガースに昇格。7試合に登板し、2勝2敗、防御率3.77を記録した。2013年は、開幕前の3月に開催された第3回、ワールドベースボールクラシックのオーストラリア代表に、 選出された。シーズンでは、AQ、エリー・シーウルブズでプレーし、この年は二十二試合に先発登板して七勝六敗、防御率三点二八を記録した。二千十四年も AQ エリーでプレーし、この年は二十七試合に先発登板して八勝十一敗、防御率五点零一を記録した。二千十五年は、AQ エリーとトリプル AQ、トレド・マット・ヘンズでプレーし、 二球団合計で29試合に登板して6勝8敗、1セーブ、防御率4.08の成績を残した。2016年1月28日に第4回 WBC 予選のオーストラリア代表に選出された。同大会でオーストラリアは本戦出場を決めている。シーズンでは開幕をトリプル A 級トレードで迎えた。5月13日にメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りした。翌14日のボルチモアオリオールズ戦でメジャーデビューを果たし、15日の同カードではメジャー初勝利を挙げた。この年はメジャーで6試合に投げ、防御率7 4五、1勝1敗という成績だった。マイナーでは A プラス級とトリプル a 級で計20試合に登板し防御率2.257勝2敗。 オイップ1.21という好成績を残した。2017年開幕前の2月9日に第4回 WBC 本戦のオーストラリア代表に選出された。同年は45試合登板で3勝2敗、防御率4.88を記録した。2018年7月28日にリーフとなり、30日にマイナー契約でトリプル A 級トレードへ配属された。 11月2日に FA となった。2018年11月15日に久保のハンファイーグルスと契約した。2019年はハンファで12勝を記録した。2020年は10勝を挙げたもののシーズン終了後に自由契約となった。ありがとうございます。